梶裕貴のドガキ劇場。劇中に読まれるトガキナレーションに沿って即興劇をするこの企画。今回の挑戦は声優梶裕貴とロッチ中岡。トガキ脚本はコカドが担当。動物園をテーマにどんな即興ドラマになるのか。小道具が指定の小道具がしてで、このカバンはちょっとトガキがあるまでちょっと開けない、はい、いただきたいと。これは傘からかけててほしい、うん、自分で持ってるのになんで持ってるのか分かんないけどこれを首からかけてほしい。首からかけるいたつきですか。板付きかどうかも教えてくれへんのか。それでは参りましょう。梶裕貴中岡壮一によるトガキドラマ動物園です。どうぞ。ああ、花子ちゃんといてよ。ああ、いい天気だ。ここはお願い動物園、ゴリラの展示スペース。一人の男が特殊な鼻歌を歌いながら檻の中を掃除していた。するとそこへ首からカメラをぶら下げた男が少し嬉し恥ずかしそうにやってきた。どういうことだ。カメラの男は檻の中に男を見つけ熱い眼差しを送る。負けじと檻の中の男も溶けるような熱い眼差しで見つめ返した次の瞬間カメラの男はおもむろにカメラを持ち檻の中をテンション高く撮影しだした。いいよいい、あーいい表情だ。あ、中岡って言うんだねいい、かわいいよ、いいいい。なんか帽子からチリチリしたのはみ出てるよいい、なんだそれは、かわいいよ、いいいいいい。どんどんヒートアップしていくカメラの男はやってほしいポーズを次々に要求しだした。ほらね、君ゴリラなんでしょう。もっとゴリラらしく、ね、おいいね。君の中のゴリラはそんなものかな。もっともっと見せて、ほらおいいね。もっとゴリラだけじゃないよ、中岡らしさも。なんだそれ、うん、おいいよ、いい、あ、いい、いい、よりで撮らして、あ、おいい。檻の中の男も次第に撮影されることに喜びを感じ、自らかっこいいと思うポーズをノリノリでし始めた。おどれだあ、いいね、いいよ。ほら、さらに檻の中にある動物の遊具を巧みに使いながらもっとかっこいいポーズを取り始めた。お、いいね、アイテム使っちゃう、いいよ。ほら見せて、おい、かっこいいやつ、かっこいいやつ。ショートにしようかな、ロングにしようかな。モノボケ、モノボケ。それじゃないよ。それじゃない。それじゃない。それじゃなかったよ。あ、あれ。すると最後に撮ったポーズが気に食わなかったのか、カメラの男が突然怒り始めた。おい、中岡さんよ。それな、今の何、最後何？最後の動物が好きな歌舞伎役者をやりました。動物が好きな歌舞伎役者やりました。檻の中の男は謝罪の意味を込めたポーズを取りながら陳謝した。
それだよ、それだよ。歌舞伎役者さんはね、すごい思いを込めていつもやってるんだよ。はい、はい、そんなね、君みたいな、そう、なんか声が出てこないですね。どうしたんだ。はい、声が出てこない。声が出ないですね。どうしたの。だ、誰に言ってんの。いや、え、はい、見る。いや、じゃあ今どうやって撮れてたか。こんな感じで、ほら、悪くないですけどね。僕は全然よく見えますけどね。どなたなんだろうな、この人。なんだ、一体どなたなんすか。すると、どういうカメラの男がゴリラのいいところを熱弁しだした。いや、でもそんなところも好きなのと思えるほど、それはそれは熱く。ゴリラ、ゴリラを熱…見ろよ、はい、この表情。あ、ほら、この、はい、ほうきの先と、はいはい、あ、これ髪の毛が揃えてきたんだね。なんか似てるもんね。あの、それ、あの、うん、ゴリラじゃなくて僕なんですけど。いい、あとはとして見てる。ほら、お尻、お尻。いやいやいや、あの、ね、ゴリラ撮って、あの、いいねっていいのは分かるんですけど、飼育員ですから、僕。飼育員さんは、を別に撮ってらっしゃるんで。じゃあなんでここにいんの。あ、飼育、ゴリラ担当の。さらに、たまらなくなったカメラの男が、カバンの中からあるものを取り出した。たく、ちょっと待ってて。何なんだろうな。はい、中岡、はいはい、大好き、掃除姿見せて。そう、実はカメラの男はこの檻で働くゴリラの飼育員のファンだったのだ。そういうことだったんですね。ゴリラを褒めずに僕を褒めてくれるか、なんだ、毎日来てるじゃん。あ、いい、あ、カメラの男は席を切ったように内に秘めていた思いを打ち明けるのだった。いや、もうね、中岡さんのそのなんかもうゴリラやっぱ愛してる感じが伝わるんですよ。もうゴリラ超えてきてる。うん、むしろゴリラだ。うん、今日はゴリラどこに。あ、花ちゃんはですね、はい、あの、今休憩、お昼寝中で、その間にあのやってます。お昼、じゃあ今中岡さん見放題。そう、そういうことになります。別にあの、はい、あの、僕を見に来る。事実を知った飼育員はまるで自分のコンサートのように掃除をしながら一番得意な歌を歌い始めた。アリーナーイ、イエーイ、いきますよー。歌って。大嫌いだったそばかすをちょっと一目でしてため息を一つ。オリジナルが来たよ。カメラの男も嬉しそうにノリノリで愛の手を入れ始めた。角砂糖と一緒に溶けた前よりももっと違うよ、オリジナルが来たよ。全然振ってくれてるのに答えない。にならないわ。続けてカメラの男はいかに飼育員が好きか伝えるべく檻の中の男のいいところを熱弁しだした。とびっきりのイケボで。中岡、中岡はさ、何がいいってやっぱりゴリラの気持ち、そのやっぱ飼育員と動物の関係性を超えてるよね。もう家族のように扱っている。そんな中岡を見るのが俺は好き。はい、うん、なんでそんなにゴリラと近くなれたの。もうそれはあれじゃないでしょうか、ゴリラをゴリラと思ってないんじゃないですかね。なるほどね、ゴリラをゴリラ。飼育員もそれに応えるとびっきりのイケボで。ゴリラをゴリラと思わず、また人間を人間と思わず、物として見てます。いや、じゃあです。最低を言ってます。生物として、お互いの生物として見てます。
一個いいですか、どちらさんですか。そのここ同じような格好されてますけど。いや私は急にこう中岡がいい、中岡ファンですよ。中岡ファンを好きすぎて合わせてきたんです。コスプレされてたんですね。そうです。なるほどなるほど、コスプレ、中岡さんのコスプレイヤーです、はい、いやこんな後輩飼育員いたかなと思いまして、いてないなと思って。大好きなんですよ。なるほど、そういうことなんですね。僕中岡さんになりたいんです。飼育員は褒められた喜びを隠せず、ついゴリラの鳴き声で叫び出した。うぅぅ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 ぅその鳴き声に応えるようにカメラの男も得意な動物の声で叫び出した。しかしここで飼育員がカメラの男が自分のファンをやめたくなるような衝撃的な秘密を打ち明けるのだった。最近ちょっとハゲてきてますよ。はい、わかるんですけど、最近ちょっとだけ、まあ年齢とともに、はい、それはほんまに。中岡さん、秘密を聞いて動揺するカメラの男。しかし、それでも自分はファンを辞めないことを告げる。中岡さん、ちょっと。見せてください。気をつけ。で、ちゃんと見せてくださいよ。中岡さんを包み隠さず。気をつけ。で、そういうとこです。そう、決して自分の弱さを見せない、はい、そういうところに僕は憧れてるんです。ありがとうございます。僕も早く中岡さんになりたい。ありがとう。飼育員は喜びのあまり再びゴリラの鳴き声で叫ぶ。カメラの男も得意な動物の鳴き声を連発する。二人の声はいつまでも動物園中に響き渡るのだった。ゴリラ、ゴリラ、気をつけ。というわけでロッチさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。いかがでした。今無理に笑顔作ってます。あれ、僕の憧れた中岡さんの表情とは違う。中岡さん、なんかあります。こう、僕はね、一番得意な歌を歌い始めたの時ね、うん、僕はジュディマリのそばかすを歌うじゃないですか、ね、うん、まさかので歌ってたら、うん、まさかのトガキにも 言われてないオリジナルソングお願いします。そうそうそう、できたから。オリジナルがいいよっていう、なんてことを言ってくるんだと。ほらほら、トガキより厳しいこと言ってくる。厳しいこと言ってもうちょっと無視をしてしまう。あれはすごかったですよね。大嫌いだった。それもないっすよね。得意な曲これやったよ。オリジナルが好きだよ。チョイスっていうのがノリノリで愛の手を入れ始めた。角砂糖と一緒に溶けた前よりも違うよ。オリジナルオリジナルソング言ってくる。違うよって言ってるからな。聞きたかったんですよ。やっぱアドリブ劇の最低限のルールとして、やっぱ振られたことは返すってのあると思う。無視するっていう、しかも芸人側が無視するっていう。無理やねん、中岡君は無理やねん。なんかだって一番ボケやすいところなのかなとか。そうですね、ちょっとね、素人ながらに思ってしまう、ね、どっちでもいいですもんね。ダメならダメでもね。そう、なんかそうなんですよ。いや、あれどうしたんですか、中岡さんの呼び方。西川君秘密してる。あるあるさんのところ探検隊呼ばなあかん。なんでここで西川さんの。でもあとあれも良かったですね、名シーン、帽子取って頭取らせない。頭、中岡君のな、ね、気をつけで。ちゃんと見せてくださいよ。気をつけで。
であれあのボケアドリブのボケじゃなくて元からあのひな壇でやってるやつなんですよ。そうなんですよ。ひな壇でだから助かった、ね、めちゃくちゃ助かったんですよ、はい、だからあれひな壇でやってるんですけどあれこうやって全部見せちゃったらそこでハゲてるじゃないかで終わるじゃないですか、はいはい、でもあれ見せないっていうボケで何回も繰り返してできるボケなんですよ。で分かってるんですよ分かっててそれが良かったねって言ってるんですよ。あそういうことなんだ。丁寧に説明をありがとうございます。なんで自分だけお笑いの神みたいな顔して一応なんか説明というかね知らない方もいらっしゃる。勉強になりますよね。僕らコントの決め打ちの台本だとここやっぱ、うん、いやなんでとか言っちゃうんですか、ね、頭見せなかったところ。確かにでも本当の一発目のツッコミはいやいやあれのがやっぱおもろいっす。あれがリアル。なるほど、ねね、勉強になる。勉強になる。一発目はその憤りというかいやいやちょっと待ってくださいとそこ含めて僕は愛したいんですよの一発目はやっぱこれなんだなみたいな。ちょっとおたけさん何かメッセージもらってもいいですか。いやもうなんかもうやると思ったのに何なるほどね。腰に走ってんな。もう何が来るんだろうみたいなとか上の空やん。最悪無視すればいいのかとかダメですね。おたけそこはダメよ。無視はもうなしよ